やすご TV のやすです。本日ね、こちらゴルフハウスでございますのここ打席の部屋ですね。練習部屋、あと壁紙とかなんかこう表面の、まあ、仕上げの工程に入っているんですけど、僕の前ね、猫さんとアウさんと猫さんの事務所でやったライブの時に、各ちょっと、ね、ご提供させてくださいみたいに言ってくださったハンドルネームワークスクリエイターさん、こちらの方でした。はい、浜田です。浜田さん、ワークスクリエイターさんはハンドルネームだけじゃなくて屋号というかね、会社名でございました。はい、本当にまあ今回ご提供いただくものもあるということで、その打ち合わせに来ております。はい、僕はちょっと今一通りちょっとねご相談させていただいて、すごいいろいろ感動したことがあるんで、ちょっと何をやられてるんですか。まず基本的にはもう箸一つからもう大型家具、はい、箸一つからね。へえ、やっぱオーダー注文系の家具ってすげえ高いイメージあるんですけど、なんかその辺がいやいやみたいなことをさっきおっしゃってて、はい、どういうあれで やってるんですか。基本的にはオーダー家具の敷居を高くしたくないっていうのが一番あって、はい、ハードルというかね、ハードルを頼みやすくて、まあ、あとはなんか僕のイメージで細かいところまで気が利くみたいなところをプラスしてあげて、かつニトリとか、まあ、今だとよくイケアさんとか、はいはいはい、ああいうところの家具よりもちょっと高いぐらいでオーダーができるよっていうコンセプトです。はいはい、だからまあそのコンセプト似てますよね、ゴルフハウス。ああそうそう、今言いたかったですね。だから要は建て売りでまあ、どこかこうちょこちょこ妥協して買うんだったらちょっと高いけど、ね、でもそんな倍するとかそういうことではなく、ちょっと高くなるけどもう自分が満足できるもう家を作っちゃうっていうのがまあゴルフハウスなんで、それの家具版。いや、浜田社長だから俺一緒にこれいい仕事できそうな予感がします。ね、いや、もう浜田さんに僕は同じ志ですもん。そうですよ。はい、ゴルファニチャーですね。ゴルフボールとかでもできますね。何をこういうところにつけとってもゴルフボールでできる。それを言うのいけない。ゴルフボールです。やられたわ、1本取られたわ。僕ね、近所使える家具に関してはもちろん前のところから持ってくるかもしれないですけど、いやもう基本的にほぼもう全家具僕浜田さんのところでお願いしたいと思いました。例えばここ打席のね部屋なんですけど、この壁のちょっと見せる収納というかね、こうクラブとかなんかそういうゴルフ用品とかをこう見せたりとか、それでおしゃれに収納できるような家具を作っていただくとかもいいんじゃないかとかっていう話をしたり、ただ作るだけじゃなくてね、その中オーダー家具を敷居を下げようっていうだけではなくて、もうめちゃくちゃクリエイティブなんですよ。でもう多分すごい、まあ、皆さんねそういう人多いと思うんですけど、僕はゴルフもこう知ってくれてるから、そうやってこうゴルフボールで取って作るとかなんてそれ俺めちゃくちゃ。いや、それボールも選べるんですか。ボール選べますね。 V1 がいいとか。そうですね、はい、それはまあ使ってんのでいいんじゃないですか。猫さんがそれやりたいって言ったら、ちょっとレンジボールなんで、ね、期待してんのはね、見せる家具もすごい大事なんですけど、その例えば収納の中って無駄に空洞空白があるじゃないですか。それをいかにこうお客さんに合わせた形で、例えばこう仕切りを作っていただいたり、中のその便利さを追求した家具とか造作を今回ちょっとやっていただきたいなと思ってますね。そうそうそう、空間で、うん、じゃあただここになんか棚とか棒もあったとか、上なんて絶対デッドになっちゃうんで、うん、とか例えばそれこそキャディバッグをこうスッて入れられるような棚があったりとか、うん、バッグとかってなんかそのサイズに合わせてことね、そう、うん、とかっていうのができるわけだ。だから見せておしゃれにも期待したいんですけどね、まあその実用性、うん、ハモっちゃった、うん、まあ、ちょっとね、そんな感じで、浜田さん、これから結構関わっていただくと思うんですけど、うん、
俺ちょっと一個いい、すっかり俺をカメラマンとしてダメなの、まあいいですけどちょっといなかったね、人がということで、ちょっとまたさらいますか、ぜひ最新の状態、最新の状態、今現在ね、9月頭ですね、上旬ですね、ここがまあゴルフルームで、これ今床張ってもらってます、ありがとうございます。再登場ですね、大工さん、順調ですか、はい、いや、ありがたいです。いや、ここをね、キッチン置いて、うん、まあ、いろいろなるんですけど、まあ、今こんな感じですと、もうすごい、これもね、さっき見てたら、ここのキッチン収納をこう、全部合ったバチッと合うようなこう棚にした方がいいんじゃないかとか言ってくださって、ちょっと1個だけ説明させてもらっていいですか、なんすか、まあ、完成してから説明するんだけど、ここがアイランドキッチンなんですよね、はい、こうなりますよね、はい、で、ここがもう大工さんあれですよね、全部収納で仕切られるんですよ、うん、こういう、はい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 、壁で、はい、で、皆さんね、ここで作業してよく後ろはもう何にもないっていうと、はい、冷蔵庫も全部むき出しで、はい、しかも LDK の畳数にここ含まれちゃうんですよ、はいはいはい、こんな、ここがね、物置が畳数に含まれてるっていうのがほとんどの表記の仕方してますから、はい、これちょっと注意ですよね、例えば十何畳とかって言うけど、結局ここも使えない、ここも使えてない、はい、中での畳数表記なんで、はい、だここの中は絶対隠れてた方がいいんですよね、後ろなんかは、今後ゴルハウスシリーズはこの収納は隠れるように、いや、だから収納隠れてる場合ってあんまないと思うんで、キッチンの後ろがね、そう、だからちょっとこれできたらお見せしたいですね、うん、ちょっとごめんね、はい、それだけ言いたかった、歌いに行きます、はい、あれが入ったわけですよ、でもあの怖いはしごを登らないで済みますね、これ例の、うん、ね、子供部屋、はいはいはい、2部屋つないじゃってる、はい、でこれ、まあ、大きくなったらここを仕切ってやるわけですよ、今は小さいんでここでもう大遊びできるような感じになってますけど、だからもうここにジャングルジムとか置いて、あ、もう全然やりたいと思ったら滑り台置いて、あ、もう何していただいてもでね、うん、いや、ここも僕のワークスクリエイターこう感動ポイント、はい、ここじゃあ、まあ、5年後10年後にあの壁をね作っていただいて仕切ろうかという話をずっとしてたわけですよ、うん、その話を聞いたワークスクリエイター浜田社長は家具で仕切ったらどうですかと、ここにこうなんか、そうですね、本棚ですね、本棚が一番いいと思う、本棚を作り込んで両側からこうなんか文庫とかが入るような、うん、漫画本とかね、単行本とか入るような本棚、いや、絶対ほら、ここ一面がどっちからも本棚になると、めちゃくちゃ嬉しくないですか、だってここ壁でなんかね、本棚こう普通に売ってる本棚とか置いたら結構スペース、あと倒れてくるとかさ、そうそうそう、なんか怖さもあるけど、作り込んじゃうと固定しちゃうんですね、ないですね、家の中って無駄な空間めちゃくちゃあるじゃないですか、絶対ないんだよね、いやだ、上の方とかね、それこそさっきのあれじゃないですけ ど、 どう何をどうすればこう有効に使えるかっていうのを僕らじゃ思いつかないですよね、普通に、そういうところのアイディアがめちゃくちゃ終わりだと思うんです、すごい、あとこれ照明ゼロなの今、はい、黒はそんな白じゃないの、結構明るいです、明るい、あ、日が結構入るんですね、日が入ってくる、そうそう、まあちょっとね、高いこう建物が周りに少ないんで、少ないからね、すごいありがたい、暗くなるね、すごいいいですね、うん、で、まあこちら洗面と、もうお風呂もね、そうですね、お風呂も入りましたね、今ちょっとまだですね、まだちょっと暖房表情とかさ、はい、あるんですけど広い、うん、今の僕ん家のお風呂より広い、あ、本当に、うん、あ、本当に、はい、あとこれあれじゃないですか、水はけるタイプの床じゃないですか、そうそうそう、 ほっからり床ってやつ、からり床、うん、そう、ほっからり床ね、ほっから、あの冷たくもないですよね、そうそうそう、ピタッピヤってしない、うん、で、まあ、こっちはトイレで、ここが、うん、マスターベッドルームですね、はい、明るいですね、明るい、めちゃくちゃ明るい、いや、照明ゼロだからね、確かになかなか縦売りでこの広さないですよ ね、 そうですね、2階建てで、で、ここがウォークインクローゼット、そう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 、このワークスクリエイター、ワークスクリエイターさん、脳がもうワークスクリエイターさん、入っちゃうとない、入っちゃうとなんかこう
狭く感じる。狭く感じるな、この壁が近い。で、ここに隠しが、隠しバルコニーが、うん、まあ、ここちょっと手すり作る。そうそうそう、うん、結構広いですね、ここ。結構普通のバルコニーだよね。確かにここが使えない空間になっちゃってたら、ちょっと、うん、なんか天日干ししたい時とかいいよね。靴とかね、うん、そうそうそう、いいっすよね。バッグとかなんか、いちいち3階行かなくても。そうですよね。あ、そうだね、ここ洗面だから。そうだ、いいね。確かにめっちゃいいな。で、まあじゃあ一応言っときましょうか。最後ね、ちょっと毎回ね、最後はそこで締めるっていうのが僕らの。ここのクロスも楽しみですね。そう、ここのクロスも楽しみだし、この上の部分あるじゃないですか、うん、ここなんて 100% デッドなわけですよ、うん、ここもなんか、例えばね、僕猫も飼ってるんで、はい、キャットウォークとか、はいはい、にゃんぺきだ、にゃんぺきに、うん、やったことあるっていうことなんで、はい、もう何でもできちゃうんですよ、はい、あ、そうか、猫いるんだもんね。ぴょんぴょんと、はいはい、上に登っていけるような。いや、もうここは名物ですね、ゴロハウス。あの、ただ浜田社長がね、ウッドデッキ作んないですかみたいな、さっき。いや、ウッドデッキ、うちの奥さんはずっと言ってるんですよ、ウッドデッキどっかに作れないかなって。まあまあ、ここでもいいし、あの下のね、空いてる部分っていうかとか、もしね、そういうのあれだったら。でも、あのアウさんのこうイメージ図って見たことあります？ゴルフハウスのパーツ、それウッドデッキこの辺になってて、すごいいい感じ。なんかソファーとかも置いてて、外置けるようなとかっていうのも、もしかしたら。正直こんなさ、グリーンでかくなくていいもんね。まあ正直ね、うん、だって練習だからさ、そんななんかガチでやんないし、取れればいいと思います。あと予算ですけどね、それは。そう、予算次第ですけど、まあ、でもそういう夢があると、うん、てかそういうこともできちゃうっていうね。そうですね。そう、自分のスペースだからね、後からできちゃうし。それがなんか結構自由度を聞かせたり、あとなんかね、じゃあゴルファーだったらこういう作り方とか、こういうものをこうつけた方がいいんじゃないのかっていうのを言ってくださったりとか、それがね、僕は本当になんかいい、楽しみですね。楽しみ、うん、まあちょっとね、そんな感じでワークスクリエイターの浜田社長、はい、今後ね、またちょっと出ていただくと思うんですけど、またその家具とかね、この家の状況と合わせながら公開していきたいと思いますんで、もうね、この概要欄からなんか思うところがあれば問い合わせていただいても構わないので、はい、まあ、忙しくなっちゃいますよ、そこはちょっとちょっと安頃ある程度ちょっと優先していただいて、ね、現場はね、ちょっとね、ちょっとさすがに関東一、まあ、あの青梅からですね、大体2時間半ぐらいまでだったら大体。ああ、じゃあまあちょっとこう山梨とかそっちまでもまあ行けるというか。そうですね。ちょっとまたそれ完成した家を見せるのが僕はすごい楽しみですが、引き続きちょっと猫さんも、はい、ね、浜田社長もよろしくお願いします、はい、本当にね、多くの方がこうゴルフハウス関わってくださって、あのすごく感謝ばかりなんですけど、でもね、こういう家とか興味がある方はもう結構ね、お問い合わせいただいてるんですけど、この動画見てはいいなって思ったら、またぜひね、お問い合わせ先もゴルフハウスの載せておきますんで、こちらもぜひお願いいたしますと。この動画いいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラム、ツイッターもやってますんで、ぜひフォローお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。